色して料理対決どうも、ハルキと、アルミと、のせと、モチです。はい、というわけで、料理っていうのは、はい、色が大体イメージつきますよね。なんか、ミートスパゲッティだったら、茶色とか赤とか、あると思うんですけれども、そこの色を指定しちゃいます。で、まぁ、今回、どういう風にやっていくのかと言いますと、まぁ、いつも通り、ミレニアムと新世紀に分かれてやるんですけれども、まぁ、それぞれ作る料理を決めておきます。というか、今決めます。カレーライスとオムライス。で、ここから、ルーレットで色を決めていきます。ある色が、赤、青、黄色、緑、紫、オレンジ、ピンク、茶色、白、黒。でございます。じゃあ、まずミレニアムチームからどうぞ。何色だっけ、俺ら。茶色か。茶色か？黄色じゃない？オムライスだろ？あ、こっちがこっちなの？いや、相手の料理をオムライスにするのかと思った。あ、そういうこと？そうしましょう。カレー。カレーを作るの？オムライス。茶色が一番いい。いいのか、動画的にそれで。勝ちに行くんだよ、オラ。どう？うわやばいよな。うわやばいよ。青はやばい。青。これはむずい。青はやばくない？青いね、もうマジ。で材料何にもなくね。それだ。じゃあ僕ら行きましょう。オムライスですね。行きます。いやー結構黄色以外ってきつい。うわ、うわ白、白オムライス、白のオムライス。でも卵を切ってあっちよりは全然見えなくはないな。でしょ、お前らチキンライス白くすんだぞ。そうだな。確かに。来週までにメニューと材料を考えてきてください。はい、はい、というわけで今回は色してお料理対決やっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、完成しました。ミレニアムチームの青いカレーの方からお願いします。はい、はい、ミレニアムクッキングです。はい、青い食材というものはですね、この世にあんまり存在しないということが発覚しました。なので、まあ、僕は考えたんですよ。米はね、どうやって青くするんだと。この答えは、ヨウ素澱粉反応ですね。おー、素晴らしい。そして、じゃがいもをね、今回はね、買ってきました、具材として。こちらも、ヨウ素澱粉反応させることによって、身がね、青くなります。おー、そしてこれ今回のキーパーソンですね。そうそうそう、ブルーベリージャムです。これはなんでね持ってきたかっていうと、ルーの方をねどうやって青くするかっていう問題が生じまして、これはねゴリ押しで青くするしかないんじゃないかっていうね。フルーツカレーとかねよく言うじゃないですか。ああはいはいはい、マスターが言うこと絶対なんで。はい、ということでね作っていきましょう。貴様らじゃがいもを使うと言ったか。うん、うん、このチームでもう食えるのはバカか。俺だけだ。危ない。いやでも食わなければいいんだよ。食わなければいい。そうか。危ねえ。キャー、昆布だしよ。シャテシャテシャテ。ということでね、昆布だしが絞り取れたのでね、昆布だしをこのね米に入れていきます。これ入れる量ミスったらもう終わりだから。じゃがいもカッティングしていってもよろしいでしょうか。いや一口サイズに切ってくれ。待て、ヨウ素澱粉反応が起きないぞ。そんなはずはない。俺の計算に狂いはない。こっちから見て、こうやって。うわい、マスターさすが。カレーをこちらに注ぎ込んでいきたいと思います。あーいいね、いいカレー。ということでね、ブルーベリーをね口込んでいくぞ。うわー、見てしまった。見てください、真っ白です。皆さん理科の実験でこういうのを試したことないでしょうか。ツバをご飯につけていると青くなる。お前何飲んでんだよ、動画撮ってんだよ。お前植物から出るな、要素のな、なんて大したことない。あーやってしまった。この辺だけ青くなるぞ。もうこのまま盛り付けちゃおう。茶色が多すぎる。いけ。うわーうーわー。それでは完成です。こちらです。あー匂いは全然カレーなんだよ。匂いがカレーなんだから味もカレーだよ。いただきます。召し上がれ。いただきます。あーなんかわかるわ、懸念するわ。なんか食えるものの中で一番マスクしたカレーみたいな。これに比べたらやばいよ正直。めちゃめちゃクオリティ高いよ俺。マジか。どうぞ。おー、しっ
オムライスってやっぱね、皆さんどういう色かなって想像した時に卵の黄色とケチャップライスの赤をね、想像すると思うんですけど、まず1個目の課題、はい、卵が黄色い問題。これはですね、卵白だけでそのオムライスのオムレツの部分を作るというね、方法を取りまして解決。そして2つ目、はい、ケチャップライスが赤いということ。これはですね、もう無理なんですよ。ケチャップなんて全部赤いです。そりゃそうです、うん、だからもう今回はケチャップライスではなく、もうライスにします。あれ言っちゃえばオムケチャップライスみたいなのがあるもんね。そうよ。で、まあ、それだけはただの卵白味の米になってしまうと、そうだ、ね、いうことなんで、もう一つ、もうオムライスお店行くとき、もう代表的なオムライスあるじゃないですか。何ですか？デミグラスのオムライスですか？そうです。そのデミグラスソースの部分をこちら、とろけるシチューにしてしまおうと。これで味プラス白要素を追加するということでやっていきましょう。はい、卵黄と卵白を取り除いていきたい。あー、そうだった。ザルみたいなのが欲しい。ザル？ザルみたいなのでこうドローってやったら抜けない。卵黄と卵白分けたことある？いや、普通に殻でもできるかもしんないけど、ザルの方が絶対じゃない。潰れるやん。潰れんだろう。おー、できんのお前。いや、できるよ。いくよ。うん。いや、なんか僕こんな卵割るのにこんな緊張しなきゃいけない。いや、割りすぎだろ。バカじゃないのお前、何やってんの。いや、割れないんだもん。こうやってやったら割れちゃうもんね。は？できねえのにやんなよ。待って、できる。大丈夫。絶対黄身だけを取り除く。でも殻なくなっちゃってるじゃん、こっち。この反省を生かしてもう一回やらせてください。もうダメで。お願い。準備万端で。はい。あ。はぁ、なにマジで。違う違う違う、できる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 。そのままいったら絶対に黄身入っちゃうじゃんっていう角度で割りにいったやん。いや、どうしたらいいんだろう。透明な液体をかき混ぜてるのめっちゃ道すぎるんだけど。米を盛り付けます。いくよ。はい、行きましょう。うわ、キモいなあ。あー、広げて広げる。本当にさ、見たことあるだけの話していい？うん、フライパンをこうトン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 ってやってさ、なんかジュン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 ってやってる人いない？何か、なんかヨーグルトみたい。はい、ここよ問題は。いきます。これはもうスライド方式でいきます。俺はあのこれならいけそう。え、なんかめっちゃいけそうな気がするわ。確かに。まだいける。手でこねくり回すね。はいはい、水入れます。お、沸騰し始めた。おお。いや、こんな少量のシチュー作んないね。火を止めまーす。いきまーす。おお。横やな。え、でもいいんじゃない？真っ白だよ。ね。というわけで、白いオムライス完成しました。完成でーす。味は、でも味もうまいよね、普通にシチューで。いや、それはうまいでしょ。これ想像以上にうまくいってるぞ。どうぞ。おお、白い。すげえ。素晴らしくないですか。白いぞ。ちゃんと白い。いただきます。どうぞ。いえへへへ。もう全然うまい。いただきます。正直だろうなって感じだけどね。お、うまい。ほら、うまい。オムライス味はある？ないよ。ない。あー、やっぱないんだ。オムライスの素みたいな味。じゃあこれはちょっと言わずもがなかもしれないですけど、勝敗をお母さんに聞きますか？そうです。そうですね。え、マジで？それが青いカレーです。と白いオムライスです。うわ、差し心地が悪いよ。カレーだ。匂いはカレーです。カレーなのに、はい、酸っぱくって甘くってそれが全部バラバラ。まずすごい食材を無駄にしてる感じなんだ。
ご飯の匂いしかしないか。おお。うん。味だけだったらありじゃない？おお。うん。これいいかも。じゃあちょっと判定の方をどちらが。決定しました。